前の文化庁長官で8月1日付で県立橿原考古学研究所の新たな所長に就任した青柳正則さんがきょう研究所で初めての訓示を行いました今年6月に亡くなった菅谷文則前所長の後任となる青柳さんは74歳古代ローマ文化や美術史などが専門で国立西洋美術館館長文化庁長官などを歴任しています 青柳さんは訓示でグローバル化の中自分たちの歴史や文化をどう把握していくかが国の支えとなる調査・研究の成果を積極的に発信してほしいと呼びかけましたそして記者会見では今の心境を次のように語りました。とといいううのののは非常にに特殊というか一つの頂点にある研究所だと思っていますで欧米の あの考古学の方法論というようなものと日本特有の精緻なものとをどう合体させるかとかねそういうことをそのみんなで議論しながらあの世界の考古学を担う一翼をこの賢貢献が担っていくんだとそ,のそれが一番の,あのやりたいことですね。